こんにちは、速稼塾の久保でございます。ミスター M さん、今回も動画の方ね、趣向を凝らしてますね。今回はダイエットメニューということで、お食事の方をねリサーチさせてもらったんですけども、これなかなかね、いつも通りシュールでいいですね。なんかね、音声重ねてるあたりとか、なんかこうやったりとかね、魚眼レンズみたいな効果使ったりとか、なかなかね、退屈させない、飽きさせない編集になっております。まあ、それで内容の方もね、なんですかね、ダイエットメニュー、お弁当、それからミネラルウォーターに、なんですかね、スポーツドリンクの粉を、粉末をね、混ぜるところとか、ちょっと工夫してあるなと思いました。はい、それですね、私が今回すごく気づいたなっていうのは、これがですね、まだね、ミスター M さんがダイエットに成功してない時に立ち向かっていくことをやってるのがリアリティがあっていいんですよ。大抵はですね、うまくいった人が遡ってうまくいった方法をいろいろね、開示してるんですけども、このミスター M さんの動画だと、なんか自分も一緒に取り組めそうだなっていう風なね、気がするんですよね。いや、これからもね、新しいことを続けていっていただきたいと思います。それでは次回もお楽しみにしていますよ。皆さんお楽しみに失礼します。